元ジャニーズ、キンプリからナンバーアイへの転身、失われたキラキラ感と新たな未来、ジャニーズエンタテインメントから脱退したアイドルたちの姿に対するファンの落胆が広がっています。特に、キングプリンスを脱退した平野市を、神宮寺勇太、岸優太によるユニット、ナンバーアイがファッション雑誌の表紙を飾り、その写真が話題となっています。 この記事では、元ジャニーズメンバーたちの転身と、彼らが失ったとされるキラキラ感に焦点を当て、その未来について考察します。失われたキラキラ感、ファンの反応。11月15日に発売されたファッション雑誌で、ナンバー・アガー・ W カバーを飾ったことで、ネット上では批判の声が広がりました。 特に、平野仕様の写真が、漏れてなさすぎるとの評価が多く見られ、ジャニーズ時代のキラキラ感が感じられないとの意見が相次ぎました。芸能ライターによれば、ジャニーズ時代にあった覇気がまるでなく、おらついたユーチューバーのような仕上がり、との指摘もあり、ファンたちの期待に応えられなかったようです。ネット上には、こんな顔だったっけ ジャニーズのバックアップなしじゃ普通の人だ、ねといった厳しいコメントが散見されました。ジャニーズ脱退者たちの変貌、手越し優也、錦戸亮、渋谷すばる、ナンバーアイだけでなく、他のジャニーズ脱退者たちも同様の運命を辿っているようです。手越し優也や錦戸亮、渋谷すばるなどが、短期間で都市総合の男性へと変貌してしまったことが指摘されています。 かつての輝きを失った彼らに対しても、ジャニーズを辞めた人たちの現状を見ると、確かにキラキラ感がなくなった、との声が上がっています。一方で、スノーマンのメグロハスや、何は男子の道へ俊優は、ジャニーズを脱退した逆に、輝きを増しているとの報告があります。これにより、ジャニーズを離れたアイドルたちの未来について注目が集まっています。 ジャニーズの看板を失ったアイドルたちの未来。ジャニーズエンタテインメントは、アイドルたちにとって魔法のような存在であり、スタッフの努力やプロデュース力が大きな役割を果たしてきました。しかし、ジャニーズを離れることで、アイドルたちは新たな道を歩むことになります。気になるのは、彼らがどのように進化し、新たな輝きを見せるのかという点です。 スノーマンのメグロハスや、何わ男子の道へ俊優が躍進していることからもわかるように、ジャニーズを離れても成功を収めることは可能です。ただし、これは新たなチャレンジやファンのサポートがあったからこそ成し遂げられたことであり、元ジャニーズメンバーたちも同様にそのサポートが欠かせません。新たな未来への挑戦、二宮和也、岡田純一の独立。 ジャニーズを離れ、独立する道を選んだ二宮和也や沖田純一もいます。彼らはジャニーズとは異なる舞台で自らの可能性を追求しています。このようなアーティストたちが新たな未来を切り開いていく姿勢は、ジャニーズエンタテインメントの枠を超えて個々の才能を追求する意志の現れと言えるでしょう。アイドルたちの未来はファンと共に、 ジャニーズエンタテインメントを離れたアイドルたちの未来について考察してきました。失われたキラキラ感や変貌した姿に対するファンの落胆は理解できるものの、新たな未来に向けて挑戦する彼らに期待を寄せる声も多いです。アーティストたちが成功するかどうかは、ファンのサポートや彼ら自身の意欲にかかっています。 ジャニーズエンタテインメントの枠を離れた彼らが新たな舞台で輝きを放つ日が来ることを期待しましょう。